株式会社、宮脇書店は、香川県高松市に本拠を置く日本の書店グループ。店舗数ベースで、日本最大の書店チェーンである。業務内容は、書籍の小売業及び、フランチャイザーとしてのフランチャイズ管理。本なら何でも揃う宮脇書店をキャッチフレーズとし、本社のある香川県だけでなく、全国に店舗を展開している。なお、香川では、 県内唯一の老舗総合書店チェーンとして知られている。陶器場の本店は10店舗の本店でもある、香川県高松市丸亀町4番地8だが、販売部を除く本社機能は、香川県高松市朝日新町2番19号にある。他の書店チェーンに比べて、営業時間が長いのが特徴で、大部分の店舗では22時まで営業している。それ以上では、 南本店や越谷店、多摩出店などが23時、鈴鹿店や沖縄県内の店舗などが24時までの深夜営業を行っている。また、2008年からは香川県立図書館のカウンター業務を受託している。大型店舗が主力の他の書店チェーンに比べ陳列数の限られた中型店舗を全国で大量に出店した結果、新館など、 比較的需要の大きい書籍が品ぞろえのメインとなり、専門書等に乏しいと指摘されることがあるが、逆にこの出展方法が生む利用者の利便性について、地元紙のコラムは、コンビニエンスストアを利用する感覚に例えている。元は、商店街内の一書店に過ぎなかったが、その本屋の娘である、宮脇富子が1965年に父親の後を継ぐ形で、 全長兼社長に就任。本店岡山本店南本店朝霞店全店舗の一覧は店舗一覧を参照。2011年12月現在の全国店舗数は276店舗で、2008年、より子会社となった三林道書店の店舗も合わせると、香川県をはじめ全都道府県に店舗がある。店舗の規模は、超大型店舗の総本店を筆頭に、 本店本店それ以外の店舗の順に、様々な規模の店舗を有する。店舗数ベースではその多くが、小、中型店舗であるが、近年はその地域の基幹店となる大型店舗を出店しており、これらの店舗には本店という名称を付けている。本店本館、郵便番号760-0029香川県、高松市丸亀町4番地八地図新館。 郵便番号760-0027香川県高松市高野城10番地にパイロット店。陶器場の本店であり、宮城書店創業の地でもある。本館は2005年から改装を行い、2006年3月18日にリニューアルオープンした。これは2006年12月に、同商店街内の高松丸亀町一番街に再進出した。 木の国や書店への対抗策でもあり、商品数は改装前より約10万点増えて約50万点となった。総本店に郵便番号760-0064、香川県高松市朝日新町3番4号地図、臨海工業地帯内に位置する広大な郊外型店舗。会社の本社に隣接した宮秋書店の基幹店である。一般書籍に加えて、専門書や、 そのバックナンバー、全輪住宅地図の全国網羅、全国の地方限定出版物を都道府県別に網羅した、ふるさと図書コーナーなどの多種、多分野にわたる書籍を置いていたが、3階のふるさと図書コーナーに関しては、取り扱いが終了した。本のテーマパークをコンセプトにしており、書籍単独店にもかかわらず、店内には神社やうどんや神遊戯施設がある。 屋上には遊戯施設、ブックプレイランドがある。ここには2006年のリニューアル時から直径26メートル、高さ32メートルの観覧車、ブックルリンがあったが、2018年の台風24号により営業休止となり、2019年のゴールデンウィークの限定営業を最後に老朽化を理由として営業を終了し、撤去される。書籍展示場。 宮脇カルチャースペースとしては1989年に本社事務所に併設する形で開設され、当初は純粋に書籍の展示のみを行う図書館のような施設であった。小売りを行わなかったのは、卸団地内に立地するという目的規制のほか、公安法、都市計画法、大規模小売店舗法という様々な規制に抵触してしまうためであり、 利用客からは展示している書籍をその場で入手したいという要望が多く寄せられていた。ところが1998年までに、それら規制が順次撤廃あるいは改正されたため、2000年から投資施設でも小売りを開始。2004年6月1日には、全輪発行の全国住宅地図を取り揃えた、全国初となる全輪センターを設けた。 当初は駐車場不足からあまり積極的な宣伝を行っていなかったが、駐車場が確保できたため改装を決定、2006年8月10日に総本店としてリニューアルオープンした。青森本店に郵便番号038-0012、青森県青森市柳川1丁目2番3号ラビナ4.5階地図2009年11月13日に開店した都市型店舗。 青森駅の駅ビル、ラビナ、の4.5階に入居しており、5階には、東北地方最大級の学習参考書センターを、設けている。秋田本店に郵便番号010-8522、秋田県秋田市中通り2丁目8番1号本店、秋田5階地図2011年4月1日開店。近隣の秋田大場に入居する。 純駆動書店秋田店を上回る750坪で、書店としては、秋田県内最大の店舗面積である。四日市本店郵便番号510-007530件。四日市市安島ま1丁目3番31号となりえ、四日市四日市図2004年11月20日開店。岡山本店郵便番号700-0975。 岡山県岡山市北区今3丁目23番12号地図1999年に開店した郊外型の単独店舗。香川県以外の店舗に対して初めて本店を使用した店舗である。徳島本店に郵便番号770-8008、徳島県徳島市西新浜町1丁目6番1号、スーパーセンター丸中徳島店2階地図2003年、開店。 南本店に郵便番号761-8071、香川県高松市不正市長2139番地11、地図1997年3月に開店した、郊外型の単独店舗。大田第二土地区画整理事業によって整備された、レインボーロード沿いに位置している。宮脇書店で初めて本店を名乗った店舗である。 通常本店にはその都市名を関することが多いが、当店の場合は、同市内に本店があるため、その南に位置するという意味で方位名を、店名としている。新居浜本店郵便番号792-0007、愛媛県新居浜市、前田町8番8号4モール新居浜1階地図、今治本店郵便番号794-0081、 愛媛県今治市あがた港371番地に、イオン今治あがたショッピングセンター内、地図2010年10月8日開店。佐賀本店郵便番号840-8551、佐賀県佐賀市、小瀬町牛島730番地もラージュ佐賀南館、1階地図2010年7月23日、開店。郊外型ショッピングセンター。 モラージュ佐賀の南館1階に入居している。それまで、モラージュ内の書店としては、本館2階に福岡金文堂が入居していたが、閉店が決定したため南館に当店が開店した。ほとんどの書店では、店舗に在庫がなく、取り寄せ注文をする場合、出版社に確認して品切れ、または絶版になっている場合には、入手不可能と客に対して断る。しかし、 宮秋書店の場合は、品切れや絶版物の書籍も注文を受けて、出版社の返品や店頭在庫を探す場合があり、数年後に突然、X 年前に注文された本が、状態は悪いものの確保できたなどと連絡してくることがある。ただし現在では、どの店舗でも行っているわけではない。社長自身が、瀬戸内海放送の自由人、 会社人トップの横顔に出演した際、ザウの名としてこの言葉を挙げている。シンボルマークは同じ高松市に本拠を置くスーパーマーケット、丸中とデザイナーが同じ。丸中の一部店内にも店舗を構えている。電子マネーは一部の店舗で楽天エディに対応している。高松市内の店舗では以下に対応している店舗やイオンなどのショッピングモールに出店している店舗では、 そのショッピングモールで利用できる、電子マネーも利用できることがある。なお、クレジットカードでの決済は、本店級の店舗やことでん、河原待ちビル内店舗など、ごく一部に限られる。丸亀店は2006年公開の映画、うどんに登場している。映画のクレジットに企業名は出ていない。また、仮面ライダー電王にも背景に登場している。ありがとうございます。